よっしゃやるぜ。俺はこのポスター見張ってるのだ。邪魔をすると痛みに合わせるぞ。このままではロケット弾アジトの存在がバレちまう。ポスに連絡しなくて。応援アジトがあるんか。ポスターの裏に秘密のスイッチを見つけた。押してみよう。剥がさずに見つけるというの。このフラのどこかで大きな音がした。いやいや、目撃者がたくさんいるぞ。目撃者がゲームしてる場合かお前たち。そろそろアジトに戻らないか。カラカラ見張りに届けた支給金よ。まあ言ってるけど、まあ言ってるよ。全く気づいてないようだ。あれに決まってるだろう、宇宙をかけるさ。そこまで教えてくれるのか。ヤースがゲーム台の上で寝ている。何やってんだろうな、ゲーム。鉄拳とかかな。なんでロケット弾812なんですか。ハイに、ハイジ持って逃げちゃったけど。そいや、あんなところに。なんでそんなことをするんだお前は。取れるものは取ってみろ。ならばお前を殺す。もはやエレベーターの鍵は取れっこないぜ。仮面の終わり会えたりしない限り。お前のポケモン身軽そうだな。お前は何がしたいんだ。ヒントを与えて。とりあえずこいつを殺そう。話はそれがある。殺人許可書をくれ。おう。これじゃダメなの。椅子より高いよこっちの方が。じゃあ行ってね。お願いね。よいしょの書。ぷいぷい。いっちゃんお願いね。いっちゃんにしかできないの。あ、なるほど。俺がその上に乗って。あ、そっから入るんか。相棒の力を借りて下っ端が投げた鍵を取りに行こう。おお、こんなんいっちゃんの。おお、いっちゃん俺が動かしてる。俺の意思がいっちゃんに。あれどこ行くんだ。こっちやな。こっち。おし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 。おいと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 おいけねえけど。ん？なんだ。ボス、そのカラカラどうされたのです。まあ、部下が勝手に連れてきたのだ。頭の骨がとても綺麗なカラカラだ。ガラガラに育てば高く売れそうですね。バラッって言いそうだな。怒鳴りそう。あれ何も言わねえ。何も言わねえの。は？ここ？ブイヤー。え、何した？外したの？ブイヤーの一言で。ブイヤー。ブイヤーベース。ここ？ブイヤー。みちゃん頑張って。えらい。てかちっちゃいな、みちゃん。えらいね。よし、エレベーターの鍵を取ったぞ。なるほど。素早さの高いニュアンスで。素早さに、お、しんすけが迎えに来てる。思い切って飛びつこう。いっちゃんおいで。おいで、いっちゃん。あ、ここか。おい、俺の判定厳しいな。俺の判定厳しいな。俺自身の判定が、いや、俺どうやって。あ、ここか。厳しすぎる。いっちゃん再びしんすけの元に戻った。いっちゃんお帰り。来るんだ。ちょっとポケモン強いからってさ、大人相手にずるいぞ。こうなったら説教してやる。大人の説教。てかニャース戦えよお前。お前なんだ。なぜ許されている。そこで見ていること。おお、こいつも徴兵しろや。ニャースも、ニャースも徴兵しろや。おお、何かイーちゃんも、イーちゃんは呆れた顔してる。呆れたね、イーちゃん。ニャースも徴兵しようね。今、人の声がしたのよ。人の声したぞ、今。このシルフスコープ一つを見ても、シルフカンパニーには、我々ロケット団をうるせえ。うるせえ。シルフカンパニー乗っ取りをこのまま進めろ、アポ。
誰だアポロ、ちょごめんゲップが出る。アポロに、なぜこんなところに子供がいるのです。お、常に礼儀を忘れないキャラアポロ、気に入りませんね。幹部のアポロ、私は子供でも手加減しませんよ。もっといいの使えよ。榊様お許しください。私ともあろうものが。あろうものなのか、それで。雑魚しか出さなかったぞ。こいつ。まあ要するに俺が選ばなかった方なんだけどさ、女選んだら逆にこっちの男の方がこの役になってたんだよな。よし、帰っていいぞ。選ばれなかったもの、あいつの名前差し詰め、選ばれぬものだな。選ばれなかったもの、本当の名前はない。ほうほう、アポロを任したか。歯を見せろよ、上半分を。こんなところまでよく来た。かたくなに上半分を見せない。見せてくださいよ。世界中のポケモンを悪だくみに使いまくって金儲けするロケットだ。よし、私がそのリーダー、榊だ。坊主。かっこいいな。カラカラも切れてる。何カラカラを返してほしいだと。まあまあ。どっちサイドだよ、カラカラは。なぜかそれだけのためにアジトまで乗り込んでくるとは。いやいや、勘違いすんな。勘違いするな。そんなやつのためじゃない。だが私に歯向かうなら痛い目にあってもらう。あれ？あ、まだ戦い続くんだ。続いていくの、戦いは。よし、ならば、二人で行くぜ。ペルシア。お、額縁に飾ってあったペルシア。さあ、二人で行くぜ。やっぱこの、醍醐味、二人プレイだ。さあ、出る。いでよ。どこからともなく、選ばれなかったものだ。だからやめろ、ニャースを。ニャースやめてくれ。ビリビリエレキ。ポケモン入れ替える。この一手間が。長久保で行くか。いい加減名前つけてあげようぜ、このトレーナーに。選ばれなかったというだけで一生こんな扱いなのか。長久保、別にそんな強くなっていねえな。よし、じゃあ生き生きバブルで。何でもいいし、別に。フェアリーでノーマルに強いの、まあ、とりあえず小さくなるか。大きい。七久保大きいね。みっちゃんに比べると、ひときわ。七久保小さくなる。大きくなったり小さくなったりだ。よし、これでマインしてるから、穴を掘るか。七久保一時的に退避。七久保は潜伏。穴を掘る、七久保12問。どこ行ったんだ。スッと消えた。ビリビリエレキ。でも戦い終わるぞ、これ。で次のやつ出てきたのと同時に穴久保は潜伏していた。穴久保はコンパン。カットするのめんどくさいんだよ、これ。コンパンがレベル上がったとか。てか穴久保出てきちゃって、まあいいか。イキイキバブル。こうなったらもっといっぱいサポート攻撃、俺結構サポート攻撃覚えさせてるけどさ、割と間違ってなかったな。じゃあ指輪フルだ。みーちゃんがこうやってメイン火力になりつつ、穴久保とか球根がってそんなことする間もなく死んだ。まあでも僕はこう与えられたポケモンと与えられた技で戦ってるだけですかね、僕は。そしたらこうなっているんですか。私は子供に分けてしまうとはな。そこのカラカラ好きにすればいい。育てろよ、お前は。これも取っておけ。子供だとバカにしたわびだ。この双眼鏡をくれるの、これに。ありがとうよ。君はとても大事にポケモンを育てているな。やはりわかるか、それが。だが私の考えとても理解できないだろう。ここは一度身を引こう。君とはまたどこかで戦いたいものだ。なんか竜が如くみてえだな。まあ、あっ。カラカラでいいじゃねえか。なんだよ、まあ、あっ。
ガラガラシオンタウンに帰っていった。帰れ帰れ。アポロはまだいるんかい。アポロ21号は月に行け早く。あなたもさっさと立ち去ってシルフスコープの使い道でも考えたらどうです。お前もさっさと帰ったらどうです。早く帰ったらどうです。アポロさん帰れ。あんまりだ。あんまりだ。選ばれなかったというだけでこの扱い。ラスボスはあいつだろ。隠れボス。選ばれなかった者が現れた。レベル80のポケモンどもを使いこなして俺に立ちはだかってくれたのあいつ。レベル80のピカチュウを使って。チロリルチン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 。なんだお前。風船おじさんがいる。気になっているね僕とこのマシンが。聞いてみたいかい詳しい話をさ。あいてクリアいたクリアいたクリアいた。広いお空を飛べちゃう素晴らしい乗り物をさ。おう秘術。君は勇気よ。空渡り V。 あそうか EV が覚えられるんだ。ちょっと飛行ボケもいねえなと思ったけど、そういやこれ EV が覚えられるんだ。えこんなどこで。まあでも原作でもなんか変などっかの家のやつが覚えさせてくれたんだっけ。技術さこんなところで。これまだ行ったところある町に飛べます。やったわ。え、これによってイーちゃんと旅はできるの。やった。行ったんだ。そんなところにあるんだ。こんな位置関係だったんだ。で、シオンタウンで。よし、行ってくれ。うぅ、風船が。これが秘術空渡り。はっ、思ったより味気ねえな。もっとなんか、空の旅感があると思ったの。上だ。穴くぼがたびたび引っかかっちゃう。このストレスで穴くぼはやさぐれないか心配だな。立ち去れ。てか屋内の測ってみあるんだ。屋内の測ってあるんだ。測って外じゃない。ひときわでかいのか。こいつはじゃあゲンガーか。ひときわでかいんだったら。時はでかいならゲンガムービー。お、これがシルフスコープ。商品化する気だろこれ。後で商品化のフラグだろこれ。お、ガラガラが。ええわ。感動のストーリーは見つかりましたよ。あなたのお母さん。消えちゃうんか。消えちゃった。いや消えちゃったけど。哀れだな。幽霊の正体は。溜めなくていいわ別に。カラカラのお母さんの迷える魂だった。優しいカラカラのお母さんに戻った魂は無事天に登って消えていきました。考えさせられますね。なんかガラガラ、お前お母さんに会いたくてここに来てたんだな。ちょっと喉が龍角散舐めないと。お母さんのことを怖がったりしてごめんな。何この稲妻イレブン。しんすけ、俺ガラガラを一人にしたくないから家まで送る。分かった分かった。一人で帰れる。しんすけ、なんか頼もしくなったな。いつの間にそんな強くなったんだよ。なんだこの稲妻イレブン。みっちゃん、かわいそうだったね。うーん、泣いてるのかな。みっちゃんはしんすけを笑わせたいみたい。俺が泣いてるから。みっちゃんはいい子だ。てか目が見えねえよ、瓶底メガネだったら。みっちゃんのお目目が見えねえ。そう、帰る。兄ちゃんの目が見えないから、おめえめが。よし、これでいい。いって、マジで首が痛い。首が痛い。なんか熱はねえんだよな。関節が痛くて、
喉がいてんだよ。お、イーちゃんが、イーちゃん頑張ったね。イーちゃんは呆れた顔してる。ひたすら呆れるな、あいつがいてんの。呆れたね。かわいいね、そのリボン。たびたび人の顔が見える。今日は富士、あなたはどうがされましたか。ガラガラのため祈っていて気づきませんでした。ズコ、ガラガラは天国へ向かったのですね。わかるんですか。お礼をしたいので一緒に家へ参りましょう。招待されました。さて、しんすけさん、ポケモンの笛、これでカビゴンが、カビゴンは普通に捕まえられるんだな。これで眠気覚ましいらねえな。釣り竿もくださいよ、釣り竿もくださいよ。おじさん、もうこれで先進めるんだな。よし、